よいしょっと。シュウ、そんな大量の段ボール持って何やってんだ？ああ、これ？これは京子ちゃんに頼まれてね。資料とかいろいろ入ってるらしいよ。ふーん。俺も頼まれる方ではあるけど、なんつうか、お前ってしょっちゅう京子ちゃんにこき使われてるよな。大変じゃね？いいんだよ別に。こういう小さなポイント稼ぎが重要なんだから。ポイント稼ぎ？テストの点でも上げてもらおうってのか？俺がフォローするのもなんだが、適当に見えてそういうところはきっちりしてる人だぜ。絶対無理だろ。そうかもしれないね。まあいいさ、ダメ元でやってんだから。じゃそろそろ行くんで。うん、あ、ちょっとぐらいなら手伝うぞ。サンキュー。でも今回は気持ちだけ受け取っとくわ。こういうのは一人でやらなきゃ意味ないんだよ。意味？あ、後ろに小野寺。なに？うっそー。じゃあならく、なんで今そんな嘘ついたの？へのーのー、楽よ。なんだ、俺はもう寝るぞ。お主の布団に入っていいか？はい？なんだよ突然。で、おい、入ってくるな。おー、抜くといのー、この布団は。おやすみなのぞ。もう寝てんの？やれやれ、しょうがねえな。すまないねえラックン、せっかくのデートだというのにうちの娘は寝坊なんかして。まあ本当の恋人とのデートってわけでもないですしね。あいつが気合入らないのもわかりますよ。その件でも君には迷惑をかけるね。だが私としては助かっているよ。ありがとう。千棘は今慌てて準備をしているようだからしばらく待っていてくれ。暇ならそのあたりを適当にぶらついてもいいからね。立ち入ってほしくない部屋には鍵をかけているはずだから。よし、ありがとうございます。じゃあお言葉に甘えて散歩させてもらうとすっか。改めて家の中に入るとやっぱりすげえ広いよな。迷子にならねえよう気をつけないと。行ってるそばから道に迷っちまった。ここは一体何の部屋だ？明らかに怪しげだが、なんであの椅子手錠がぶら下がってんの？でもって、なんで壁に俺の写真が貼ってあんの？しかもナイフがいっぱい刺さってるし。他にも何に使うかわからねえ道具がたくさん置いてあるし。なんとなく入っちゃいけない場所な気がするな。その通りだ。一条楽。え？つぐ。ふん。な！一条楽を確保。ええ。ひとまず気絶させました。はい、このまま運びます。あれ、ここは俺の部屋？俺ちとげの家にいたはずじゃ。目が覚めたか一条楽。つぐめ。廊下で倒れている貴様を見つけた時は驚いたぞ。廊下で倒れてた？俺が？私が見つけてわざわざ貴様の家まで運んでやったんだ。感謝しろよ。お嬢もひどく心配されていた。熱もないし、きっと疲れていただけだろうが、貴様はもう少し自分を大切にするべきだな。え、いや、俺はお前に気絶させられた記憶があるんだけど、あの地下室で。地下室？何のことだ？貴様は疲れているんだ。
もう少し自分を大切にするべきだな。え？いやいや、だから地下室で。一条楽、貴様は疲れているんだな。はい、すみません。笑顔が怖い。一体あの部屋は何だったんだ。いや、怖いから絶対聞かないけど。ではな、一条楽、長生きしろよ。なあハニー、なんで俺たちのデートの場につぐみがいるんだ。しょうがないじゃない、今日はどうしてもって聞かなかったんだもん。いつでもどこでもお嬢をお守りするのが私の役目だからな。だけどよ。それとも何か、もしや貴様は私やビーハイブの目がない方が都合がいいのか。まさかとは思うが、誰も見ていない場所でお嬢に不埒な真似でも考えているわけではあるまいな。考えてねえよ、指一本触れる気ねえってば。それはそれでなんか悔しいような。ん？なんでもないわよ、このバカもやし。え、なんで俺送られてんの。いいから、早くお嬢のエスコートでもしたらどうだ。お嬢の恋人らしくな。って言っても何も決めてねえしな。どうする、ちとけ。そうね、今日はつぐみもいるし、せっかくだからまずは女の子同士のショッピングとかどう。それって俺含まれてないよな。あんたは当然荷物持ち。へいへい、そうだろうと思ったよ、お嬢様の仰せのままに。よし、それじゃあ行こっか、つぐみ。あの、私はあくまで護衛と監視役ですから。どうか私のことは気にせず、お嬢はデートを楽しんでください。そんなわけにもいかねえだろうが、ここまで来て変な遠慮するなよ。そうそう、たまには3人でデートってのも悪くないでしょ。3人でってことは、私も一条楽とデート。おい、どうした、つぐみ。楽？違うぞ、なぜ私が貴様なんかの愛人にならなければいけないのだ。何言ってんのお前。うるさい、私はお嬢のものなんだ。ちょっとつぐみ、誤解されそうなことを大声で言わないでよ。ほら、落ち着きなさいって。ったく、デートについてきたかと思えば急に暴れやがって。一体どうしたんだこいつ。お嬢、本当にここで着替えるんですか。そうよ、そのための試着室じゃない。ほら、手伝ってあげるから脱いで脱いで。そこは自分で脱げますから。どこを触っているんですか。つぐみ、また大きくなったんじゃない。それはやっぱり。くー、私だって結構自信あったのに。このくすぐったいですよお嬢。やめてください。続かないで。おい、なんだこれ、何の拷問だ。うるさいわね。何、なんでそこにいるの。お前がここで待ってろって言ったんだろうが。その声は一条楽。貴様、まさか全部聞いていたのか。そりゃ、あんな大声ではしゃいでたら丸聞こえだろうが。
のハレンチ男め。いやいや、俺には何の火もないだろ。貴様は後でじわじわとなぶり殺してやるからな。理不尽すぎるだろ。まあまあ、それより見てよラク。じゃじゃーん。わっ、急に開けないでください。どう、いいでしょう。この子せっかく素材はいいんだから、このくらいおしゃれしなきゃ損よね。おお。なによ、気遣いの足りない男ね。こういう時はちゃんと褒める。ほら、つぐみも恥ずかしがってないで、ちゃんと見せてあげる。はい。一条楽、どうだろうか。なんつうか、その、すげえ似合ってると思うぜ。可愛いんじゃねえかな。そうか。あんたも幸せ者ね。まさに両手に花って感じで。まあ実際そうだよな。ちとげもそうだけど、つぐみだってこうして女の子らしい格好をしてるとみんなが振り返るくらいだ。貴様、何をジロジロと見ているんだ。と、悪い、つい見とれちまって。え？ああ、なんでもねえ。ショッピングはもう十分楽しんだだろ。他の場所へ行こうぜ、なあ。ああ。